2020年我々の住んでいるこの地球では世界規模で目に見えない敵、そう、新型コロナウイルスと戦っている。そのウイルスの脅威は凄まじく、世界中で7000万人以上の感染者が出ている。このウイルスを封じ込めるのはとても難しく、その原因として感染しているのにもかかわらず無症状の場合が多いので、気づかずウイルスを広めてしまうこと、そしてそのウイルスそのものが生き残るために形を変えていくということだ。2021年現在も研究者たちは解決に向けて研究を続けているのだ。くそー、またダメだってか。冷静になれカリン、絶対に解決の糸口があるはず。だから N が V に、も全然わからないよこの図解。よし、最後の手段だ、キュールを配合してみるよ。おい、そこの組、ウイルスにキュールをぶっかけてみておくれ。よし、カリはキュールあんまり好きじゃないからな、きっとウイルスもキュールが好きじゃないはず。よし、反応はどうだ。モニターでみんなで見てみよう。特に変わった様子はなさそうだ。ウイルスのチュールもダメだったか。お、どうした、反応してるぞ。うわー、爆発だ。うわ、なんてこった、ウイルスが進化してしまった。なに、あなたたちうるさいわね。わ、喋ってる。顕微鏡で覗いてるの。あ、はい。なんだ、変態。わ、まだご紹介してなかったよね。はい、世の中のすべての人をセクシーにする新型セクシーウイルスです。いや、デブウイルスだな。はぁ、こっち来い。いやです、ぶっ飛ばしてやるから。結局この後世界中にこのデ、いや、セクシーウイルスが大流行してしまった。すべての女性はセクシーに、そしてすべての男性はイケメンになった。そして日本はというと少子高齢化が止まり、日本の人口がどんどん増えていったのであった。あー、まだ見てるの。それじゃあ大サービス。